中村実高は、福岡県北九州市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。NPB では、育成選手であった。同築校時代は、甲子園出場経験はなし。同級生に、山本翔がいる。高校卒業後は、関西学生野球連盟に加盟する、立命館大学に進学。3年時の春に、外野手のレギュラーに定着すると、4番を、 勤めリーグ戦優勝に貢献。自身は外野手でのベストナインに選出された。第53回全日本大学野球選手権大会に出場したが、初戦敗退に終わった。3年時の秋は三塁手としてプレー4年時は首相としてチームを引っ張った。リーグ通算64試合に出場、204打数59安打打率。 2 8 9日本塁打、23打点。大学卒業後は、社会人野球の JR 東海に入社。1年目の2006年から、第77回都市対抗野球大会に、出場するも2回戦で敗退。2年目の2007年は怪我で試合に出られず、また当時の監督だった家節ジュニアの、プロを目指す場所ではないという方針の下での、 チームプレーばかりを徹底させる練習に疑問を感じ、3年目の2008年、途中に退社。2008年9月3日、地元球団である四国、九州アイランドリーグの福岡レッドアーブラーズに入団。2年目の2009年、4番として打率。361を記録。首位打者のタイトルを獲得し、一類種でのベストナインに選出された。 この時の打率361は当時リーグのシーズン記録であった。同年のシーズン終了後、球団が経営難により翌シーズンからのリーグ戦参加の休止を表明していたため、それに伴う救済ドラフトで香川オリーブガイナーズへ移籍。2010年は5月に骨折で戦線離脱したものの復帰してから首位出し争いを繰り広げる。 最終戦で逆転され、2年連続での首位打者、獲得はならなかったが、リーグ2位の打率34、343の成績を上げた。また、2年連続で、ベストナインに選出された。2011年は、キャプテンとして、チームを引っ張り、打率、303、1本塁打を記録。また、外野手として、ベストナインに選出された。 2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で広島東洋カープから育成2指名を受けた。同年11月7日、自身の誕生日に契約した。2013年10月1日付で球団から戦力外通告を受けた。10月31日、自由契約公示された。その後は現役を引退し、高知県に在住。ありがとうございます。